もこんにちは、心もルンルン海くんです。ボンジュー。どうもこんにちは。2016年の夏もまたジャパンエキスポに行けるっつうことでめっちゃ嬉しいです。ジャパンエキスポで歌ってほしい曲ややってほしいこと、なんか皆さんのリクエストやアイディアありましたら、いつでもこの動画のコメントやツイッターまたは僕のフェイスブックページなので、どしどし書き込んでください。お願いします。そしてですね、この間そういえばジャパンエキスポ様の CEO が、質問です。はい、花見は何ですか？そうなんです。そうやっておっしゃってたのを思い出しました。ということで今日はお花見について紹介します。海くん、花見は簡単に言うと桜を眺めながら飲んだり食ったりしてどんちゃん騒ぎすることです。簡単に言えばね、パリピですよ。パリピ、海外の皆さんパリピ、いや日本ではもうパリピが流行ってます。パリピっていうのはパーリーピーポーの略です。だからもし海外の皆さんが日本に遊びに来て、昨日さカラオケでめっちゃ盛り上がって3時間歌い続けたんだよね、マジでめっちゃパリピじゃん、ウケるんだけど、みたいな感じでパリピっていう言葉をうまく使うと、なんかすごいこいつ弾けてるなって思われると思います。で、本気で桜を見て花見をするっていうところでよくあるのが、皆さんが頑張ってるのが場所取りです。2時間前もしくは前の日から撮っている人もいます。レジャーシートを敷いて岩で重しをつけてね、ベストポジションを確保するわけです。頑張ってるな。これが日本のお花見です。え、海くんお花見に行ったの？僕のお花見はこんな感じでした。そろそろお花見の時期か。プレステ4しよう。家でゲームしたりアニメ見るのが一番ですね。はい、ということでまたねー。